なんか緊張しますね。V チャンネル茨城サテライトスタジオ505。はい、こんにちは。2月14日午後3時になりましたので、土浦図書館チャンネルの時間になりました。今日の担当は、副館長の大貫と奉仕係の増田です。よろしくお願いします。はい、最近寒いですね。唐突ですね。すいません、いいんですか、バレンタインの話とかしなくて。バレンタイン、今日バレンタインですよね。はい、時事ネタを盛り込むように、はい、しましょうかってさっき言ってましたよね。すみません、ちょっとうっかり失念しておりましたけれども、はい、話を戻しまして、はいはい、先日は雪も降ったりしましてね。あれ、バレンタインはいい。はい、バレンタインです。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。はい、はい、雪も降ったりして、はいはい、毎日寒いですね、館長。はい、館長は雪じゃなくて冬は好きですか。フグ、フグじゃないです。フグ刺しとか冬鍋の方が好きですね。あ、鍋が好きということは冬が好き、はい、そうですね、あったかいご飯が美味しいですからね。やっぱりそうですね、はい、ご飯は冬美味しいですよね。はい、はい、冬が好き、はいはい、私は、はい、私はどちらかというと、はい、冬よりかは春の方が好きなんですけれども、はいはいはい、あ、振りですね今のね。はい、毎日寒いのです、ですね、はい、春が待ち遠しい季節となっておりますけれども、はい、今日はですね、暖かくなる頃に開催されるイベントのご案内ということで、はい、お願いいたします。はい、はい、では企画展のポスターの方お願いします。はい、はい、黄色い、黄色いですね。はい、はい、皆さんですね、ご存知の通り、はい、図書館のあるアルカス土浦はですね、1階に市民ギャラリーが併設されておりますよね。はい、はい、ついね、先日、はい、今週の月曜日までですかね、はい、戦争写真家のロバート・キャパさんの、はい、展示をやってて、すごいたくさんの人が来てましたね。そうですね、ものすごい、ね、人に来ていただいておりましたよね。はい、はい、でその市民ギャラリーと図書館との連携企画っていうことで、はい、3月21日からですね、はい、ご覧後ろに流れておりますけれども、はい、アートとブックが出会う場所、はい、絵本から広がる楽しい世界という、企画が開催、はい、されます。はい、はい、どんな内容ですか。ね、はい、一言で言うとですね、はい、絵本を中心に、本をアートの視点から紹介する展覧会というようなことになるんですけれども、はい、人気絵本の原画の展示ですとか、はい、それから仕掛け絵本の展示、うん、その他ですね、さまざまな絵本をテーマごとに紹介していくというような内容になっています。はい、はい、絵本の原画、はい、若干映っちゃってますけど、はい、どんな絵本の原画。はい、はい、ですね、茨城県の、在住の絵本作家さんで鈴木長子さんという方がいらっしゃいますが、はい、そちらの人気絵本ちょっとだけという作品の、はい、全原画とですね、はい、それから土浦市出身の絵本作家、はい、小林由紀さんの、はい、木の実と船の物語を展示したいと思っています。はいはい、ね、鈴木先生もね、はい、打ち合わせでお会いしましたけど、はい、本当にね、素敵な方 で、 そうですよね、原画もね、はい、僕たち先に見ちゃいましたけどね、はい、素晴らしかったですね。素晴らしかったです。はい、それでもう一人、はい、小林由紀さんの木の実と船の物語が、はい、これですね、これこれ、はい、これを落ちるかな、ちょっと見えるんですけどね、つけちゃってますね。はいはい、こういう絵本ですね。はいはいはい、実物がこちらになりますね。はい、で、小林さんなんですけれども、この、木の実と船の物語で、はい、絵本作家デビューしたんですよね。はい、はい、じゃあすみません、表紙の本の方を見せていただいてよろしいですか。はい、はいはい、でこちらが、本の表紙になりますね。はい、今写ってるのが小林由紀さんです。可愛いんです、すごく。はい、すご、こちらの絵本作家デビュー、この作品でしたっていうようなことになるんですけれども、はい、なんか実際にご覧いただいて、副館長どうでしたか。色がね、はい、黄色と、うん、まあ、オレンジ系とかこう、うん、暖かい色が、ね、うん、多くて本当綺麗なんですよね。そうですよ ね、 ね、本当にその通りです。で私ですね、先日こちらの、出版元の虹の絵本屋さんでですね、はい、都内にあるんですが、そちらの絵本屋さんの方で、こちらの、木の実と船の物語の原画展を、はい、ちょうどやっていたところだったので、はい、ちょっと見てまいりました。はい、原画はやっぱりすごくいいです。いい、はい、
あの失礼ながら、はい、本当に言いづらいんだけど、はい、あんまり絵心のない増田さんでも分かる、はいはい、絵心ないの、ね、なんかキリンの絵とかすごい描きますよねそうですね、私あの絵心がないというのはちょっと図書館でも有名なんですけれども全く私絵心はないんですが、はい、絵心のない私でも分かる、分かる、はい、あのすごくいいです、原画は。素晴らしいですね、はいはい、やはりですね、原画っていうのは作家さんがあの直にですね作ったものですし、印刷とはやっぱりどうしても色味が違ってきてしまうんですよね、はい、小林さんのですね描いたものがそのままあの原画として、うん、ギャラリーの方に展示されますので、やっぱり、思いの伝わり方っていうのも変わってくるんじゃないかなというふうに思っています、うん、はい、はい、そうですね、はい、あの小林さんはね、はい、あの打ち合わせで僕も何回かね、うん、お会いしてますけど、うん、はい、本当にね溜めましたね、本当に素敵な、ね、はい、方で、あの今写真も出てるから本当写真の通りのね、はい、もうキュートな方で本当に、ね、はい、もう目がキラッキラしてるんでね、すごいキラキラなんです、ね、もうね子供が好きでね、はい、子供さんにその絵を通して夢を与えたいというね、うん、あの気持ちがすごい溢れていて、うん、もういいですかね、はい、僕の愛は、そうですね、はい、すごくあの愛を語ってくださいっていうのをお伝えしてたんですけど、はい、ちょっとあのすごく長くなりそうなので、はいはい、このぐらいにしておいていただいて、はいはい、本当にその、 あのいいお人柄っていうのがですね、はい、絵本にもすごくよく表れているんじゃないかなというふうに思います、はい、で、今回はその小林さんを講師としてのワークショップを開催するので、はい、そのためのご案内なんですよ、はい、はい、ちょっと前置きがだいぶ長くなってしまいましたけれどもね、興奮しすぎましたすいませんでした、はい、はい、ではあのワークショップのポスターの方3枚目の方お願いします、はい、はい、こちら、イベントのポスターになります。みんなで彩り足跡、絵本の1ページの世界へということで、足に絵の具をですねつけていただいて、はい、大きなキャンバスに絵を描くというようなイベントになるんですね、はいはい、じゃあこちらは3月21日ということなんで、はいはい、この企画展の展覧会の初日に当たるということですかね、うん、そうですね、オープニングイベントとして開催する予定になってますね、はい、午前10時からと、午前11時からの2回に分けて、1枚の絵を2回に分けて完成させるというような形になっています、はいはい、というとその2回でそれぞれ絵を描くというよりは、はいはいはい、みんなで集まってくれた子どもたち、はい、うん、みんなで大きい絵を完成させるみたいなイメージ、はいはい、 そう、はい、そういうイメージでお願いいたします、はいはい、次のページに行っていただいてよろしいですか、はい、これがですね、小林さんが別の場所でですね、はい、足跡のイベントを開催した時の様子なんですけれども、これですね、ちょっと見てください。あ、楽しそう、はい、楽しそうですよね、はい、あの幼稚園児かな、あの足に絵の具を塗ってですね、あの足ペタペタペタって大きなキャンバスに今色をつけているところなんですけれども、はい、今回使うキャンバスもですね、予定では2メートル ×6 メートルといったすごく大きなキャンバスになります。でその大きなキャンバスに、何色もの色を、塗り足していくっていうような作業になりますので、はい、最初の回の、10時からの回の、色が乾いたら、2回目の回の、方が違う色をつけて塗り足していくというような内容になりますので、2回に分けるというような形になるんですね、はいはい、そうするとこれは、はい、完成した作品というか、はい、絵は、はい、その後はどういう風になるんですかね、はいはい、当日中に作品は完成するんですが、今お写真出ているようにですね、はいはい、あの小林さん子どもたちが、絵の具を、塗った後ですね、小林さんが、調整補修をします、はい、でそれで完成となるわけなんですけれども、はい、当日中に完成する予定になってますので、その完成した作品は、ワークショップの翌日、はい、3月21日で22日ですね、いいですね、はい、22日から、展覧会開催期間中5月6日までですね、はい、5月6日までの間、ギャラリーに展示する予定となっています、はいはい、じゃあ、22日以降に展覧会に来てくれた人はその絵も完成形を見られると、はい、そういった形になります、はい、初日に来てくださった展覧会の方に来てくださった方はあのこちらの、
完成した作品というのはちょっと見られないかもしれないんですが、その方々はですね、制作過程を見て外でやっておりますので、はい、制作過程を見ていただいて、はい、また展覧会開催、42日間ありますので、うん、その期間にもう一度ですね、足を運んでいただいて、実際のその出来上がった作品を見ていただけると嬉しいなというふうに思ってますね。はい、はい、そうですね、今回の展覧会無料ですから ね、うん、はい、そうですね、まあ、何回でもね、はい、ぜひ来ていただければと思いますね。はい、はい、そうですね、はい、これは参加できるというのはお子さんだけ、子どもさんだけ、はい、はい、そうですね、はい、でもう一度ですね、ポスターの方に移っていただいてよろしいですか。はい、ワークショップに関してですが、ご参加いただけますのは土浦市内在住の5歳から小学校6年生までの方に限らせていただきます。はい、はい、分かりました。小さいお子さんというのはやっぱり保護者の方が一緒に来ていただく形ですかね。はい、あのお子さん、ちっちゃいお子さん3年生までの方は、保護者同伴でお願いいたします。各回定員20名、そして、材料費として、500円をお預かりするほかですね、持ち物などのご案内もありますので、詳しくは、図書館ホームページや、広報土浦図書館内のポスター、チラシなどをご覧いただくようにお願いいたします。お申し込みやお問い合わせに関しましては、土浦市立図書館へお電話をいただくか、直接カウンターの方までお願いいたします。はい、はい、ですね、この展示した作品というのはその後何かに変わるっていう話じゃなかったでしたっけ。はい、はいはい、そうなんです。はい、実はですね、展示した後5月6日以降の作品に関してなんですけれども、参加者、裁断してですね、参加者の皆さんにお渡しするというような予定になっています。はい、その裁断したキャンバスをですね、ブックカバーにできるように、小林さん作成の、ブックカバーのガイドですね、作り方のレシピを作っていただいて、はいはい、そちらを一緒に、参加者さんにお渡しするというような予定になってますね。はい、はい、なんかうまくあれですね、まさしくこう、はい、アートとブックがここでつながる感じですかね。はい、そうなんです。企画展の関連イベントとなりますので、はいはい、ワークショップが終わってからも、はい、皆さんに楽しんでいただけるといいなというふうに思っています。はい、はい、お申し込みに関してですが、はい、明日からですね、2月15日からのお申し込みとなりますので、はい、皆さんぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、企画展とワークショップのお話は以上ということで、はい、最後は、今週のお話し会のご案内がありますね。はいはい、そうですね。はい、はい、では今週のお話し会のご案内です。2月の16日土曜日と17日の日曜日、今週土日どちらもありますね。土曜日は、午前11時から、絵本や紙芝居、手遊びなどを行っています。はい、お読み手はお話キラキラさんですね。はい、で2月17日は午後2時からですね、クジラの会さんによります絵本や昔話などの、お話になります。ちょっと対象が少し若干違いまして、はい、16日土曜日の方は小さなお子さんも楽しめるような、3歳くらいのお子さんからお楽しみいただけると思います。17日の方は、語りなど、とか、それから絵本をちょっと長い、物語などになりますので、ちょっと大きめのお子さんがお楽しみいただけるような内容となっていますね。はい、はい、それから2月の20日の水曜日は、毎週恒例の、小さなお話し会、赤ちゃん向けのお話し会が、午前11時から、いずれも、会場はアルカス2階のお話の部屋の方で、開催されますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、そういうことで時間になりましたので、今日はですね、3月21日から、図書館と、図書館と同じビルの1階にあります市民ギャラリーで、開催されます展覧会の関連イベントのワークショップのご案内をいたしました。展覧会全体についてはまたこの番組で、後日詳しくご案内する予定ですので、そちらもぜひご覧いただければと思います。はい、たくさんの方に来ていただけるといいですね。来ても来ていただけるようにね、はい、我々もね、頑張らなきゃいけないと思いますんでね。はい、はい、そうですね、はい、ワークショップの方も、ね、はい、楽しみにしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、次回の図書館チャンネルは、来週2月21日午後3時からになりますので、またご覧ください。じゃあ本日はこれで終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。